はい、はいですね。はい、気持ちが。はいで、あ、気持ちがね。あ、はい、始まりましたの、はいじゃなくて。違います、違います。はいですねってこと。はいですね。めっちゃ高いってこと。気持ちがね。え、まだ午前中ですよ。はい。あ、今のは。今のは返事です。あ、今の返事。今の返事ですね。あ、そうなんだ。今日は、うん、冬に、うん、食べてほしい。うん、僕の好きなアイスを紹介します、うん、あ、まあ、アイスってあんま冬に食べるイメージなかったけれども、アイスの冬は旬なんですよ、うん、あ、でもそれ俺意外と聞いたことあるかもしれない。アイスの旬は冬なんですよ。午前中だから。ということで今回、ベスト3紹介します。ベスト3紹介しますか。はい、アイスか。まあよく食べてるよね、アイスね。なんだと思う。いきなり第3位。あ、第3位、うん、あ、もうこんな当ててきちゃっていいの。いい、当たるんだったら当てていいよ。俺、お前がめっちゃ食ってるイメージあんのが、セブンティーンアイス。あー、なるほど、うん、あれめちゃくちゃ自動販売機で買えるやつ食ってるじゃん。食べてます。チョコミントね。チョコミントね。セブンティーンアイスのチョコミントね。チョコミントめっちゃ食ってるよね。めっちゃ食ってる俺。すごいよね、開発者より食ってるもんね。食べてる。違います。あ、違う。はい、何第3位教えて。第3位は、うん、パピコです。パピコ3位なの。迷いましたよ。マジで。いや、パピコはね、うん、まあ、味もさることながら、うん、やっぱりこの形、うん、年寄りか。俺の手、この握力なくなってくるよね。全然開かないじゃん。大人になると分かる。あ、そうそうそう、うん、はい、ほらこれ。あ、そういう持ち方するのね。これね、おしゃれだ。やっぱりこのね、うん、形が結構ポイント高いです。うんうんうん、まあ、分けれるというのもありますし、うんうんうん、あと敵が来た時にすぐ隠せるっていうのあるね。どういうこと。これなんつうの、なんつったらいいのかな、なんつったらいいのかな。いや、お前から発信したことだから、うんうん、それお前の心の中知らないよ。持ち運びが便利っていうの。あ、いや、アイス基本的に機動性、機動性か、機動性。じゃあ他のアイスは食べ始めると、うんうん、敵が来た時に隠せないじゃん。まずお前にとっての敵って誰。でもこれだったら、うん、こうなってる状態だったら敵が来てもうもうサッと、うんうん、お前にとっての敵って何。あ、敵だ。サッ溶けちゃう。で、これベタベタならないの。ああ、まあ確かにな。で、これはね、みんな2つに分かれるって言いますけど、うん、4つに分かれますから。え、どういうこと。これが1つです。ちっちゃ、はい、え、これを1だと考えてるの。そういうことです。あ、今これが3になってます。ああ、そうなんだ。はい、だそういう意味ではやっぱりお前こういうの好きだよね。好き。あのホットドッグ、うん、アメリカンドッグか、うん、食べた後の最後のこのカリカリとか。そう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 、あれめっちゃ好きだよね。あのケーキのフィルムの生クリームとか肉まん剥がした時についてる四つ足の土台の部分とかプラスアルファがやっぱ美味しいのよ。めっちゃ好きだよね。うわ、始まった。わかる、パピコ始まったって感じ。大トロの部分。これどうぞ。漁師がここ全部食っちゃうから。あ、市場には出回らないんだ。うん、これ足が速いから。ああ、だから満天青空レストランとかでみんなここ食べるんだよね。そうそうそう、こっちは市場に出るよ。大輔さんとかがそこ食べて終わる。そうそうそう、釣った瞬間にもう、うん、ってこ。これ鮮度が命だからね。くわ、うん、これはもう市場には出回らないやつね。あ、昔はでも捨ててたっていうね、そこね。そうなんですよ。でも実は一番栄養のあるパピコで一番栄養があるのがこの先っぽの部分ね。それ完全に大トロの話じゃねえかよ。いただきます。パピコなんだ。俺意外だわ。うま。それしかも何味なの。もうほんと基本のでいいんですよ。カフェオレ、チョココーヒー。チョココーヒーってあったっけ。これがもうほんと一番。あ、そうなんだっけ。スタンダード。へえ。ボクシングで言ったらジャブ。あ、なるほど。サッカーで言ったらパス。はいはい。パス。他にはパスがスタンダードなの。相撲で言ったらシコ。ああ、シコね。うんうん、うん、恋愛で言ったらキス。うるせえ。それがチョココーヒーです。ああ、そうなんですか。うんうん、へえ。やっぱりね、うん、このシャリシャリ具合を自分で調節できるんですよ。うんうん、わかりますか。うんうんうん、今結構こう固めなんですけども、うん、こう手で握ってることによって、うん、ね、ちょうどいい柔らかさにできますから。わかるわかる。はあ。風呂上がりとかうめえよ。ああ、これがなんだ。そう、冬場はもう寒いからもうガッチガチにお風呂温めるでしょ。うんうんうん、でボッカボカで出てこれをバーン開けて、うん、バキッって、うん、オラッてった時の、うん、この美味しさね。へえ。ちょっとこう幹部にも当てれるまあ風の時とかね。そう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 、冷やせたりするからね、敵にやられた時に、うん、あとおば敵って誰だろう、お前にとって。この俺のアイスを狙う敵が来た時にね。ああ、そうなんだ。ガッガッガッって時にこうできますから。でも世界一幸せに分けれるアイスだよね。
そうだね、パピコってね。うん、うん、あとちょっとちょうだいがめっちゃ腹立つやつね。あーまあね、うん、これは本当なかなかあげれませんけど。そうでもやっぱり俺はワンハンドってのが好きなんですよね。え、大概アイスってワンハンドじゃない？カップ。あーなるほど、スプーンでこういくもの、うんうん、あれだと車内で食えないんですよ。あー満員電車とかあんま食べない方がいいよ。これはもう本当にこうつり革でこういけるから、うん、おすすめしないよあんまり車内でパピコ行くの。いるよ、うん、こういうのができますから。なんかこれいろんなのあるじゃん、カルピスとか爽やかな味。うん、カルピス美味しい、うん、うんうん、でしょ。もうちょっとなんかいろんなのもあるけどやっぱこれがいいんだ。あのね、うん、冬場っていうことになるとやっぱりチョココーヒー、うん、うん、カルピスはね夏はいいの、さっぱりしてて。あ、なるほどなるほど。少し冬は少しこうなんかとろみがあるというか、うん、うんうんうん、その、うんうんうん、アイコス感覚ですよねかっこいいよアイコスみたいな。やっぱ俺はもうアメ車乗って、うん、バー窓開けて、うん、隣にベイビーギャングじゃん、もう赤ちゃんのギャングプープうん、続きまして冬場に食べてほしいアイス第2位は、これさね、はい、春夏秋冬やんの。やりますよ。冬場に食べてほしいってことはまた春夏秋もやんの。いや、もっと分けますよ。え、冬至とか。あ、嘘。はい、夏至とか。え、夏至に食べてほしいアイスとか一日だけじゃん、それもう暦の分だけ。大太陽仏滅、一番太陽が、友引き釈光、全部太陽が出てる、そう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 、はぁ時に食べてほしいとか、友引きに食べてほしい時なんかあんの。結果多分全部の味紹介しますよ私この数ですから。友引きってなんだろうね。第2位はこちら、はい、はい、あー分かる、雪見大福です。あーでもあれだね、結構オールドスタイルだね。まあそうね、うん、最近のにしようか迷ったんですけど、うん、まあ今回初回なんでちょっと基本に忠実にいきたいなと、うん、まあ確かにこれは冬の代表だね。そうだね、うん、見てください、もう40周年おめでとう。はあ、すごい、ほぼためじゃん。そうだね、はあ、40周年ありがとうだね。うん、あ、いや、いいですね。そうだね、おめでとうっていうのは別に、うん、こっちの気持ちですね。そうだね、こっちの気持ちが出ちゃいましたなんで弊社が自分自身に言うんだって話だからね。ありがとうですね。はい、じゃあちょっといただきますね。これも昔からあるな。昔からあるよ、うん、うわー、ほらこれね、全部めくらないってパターンもあるね。あー、なるほど、1個食べといて。なるほどなるほど。ここで、うん、あの密封されてるから、うん、こうね、あのちょっと胃が小さい人は半分だけ開けて、はあ、でこっち食べて、で冷蔵庫入れといても保存が効くんですよ。これはエジソンだね。私ね、すごいね。いや、でも私は2個食べますけどねそんなことは関係なくはい、あー美しいわ。あ、なんか、うん、当たりとかあんだっけ。いや、これ当たりとかないんですけど。何、裏知らない。一応ちゃんと全部見とかないと、うん、今は、うん、あ、こちらのねキャラクター、うん、知ってますか。うさぎちゃん。うさぎちゃんいるね。これがですね、うん、雪見うさぎって言うんだって、うんうんうん、お礼状です我々に対する。え、雪見うさぎからの、はい、え、なんて書いてあるの。皆様、うん、お餅が生まれ変わりました、うん、その名も弾むプニプニ餅、うん、でバーッと喋って、うん、たくさんの笑顔を作れたら嬉しいなと、うん、ありがとう。これ企業でしょ。じゃあこれもう手書きで月見うさぎさんいや、これ企業側の言い方だって、みな一枚一枚、皆様この度は生まれ変わりましたってあんまうさぎちゃんが言わないと思うんだよ。言いますよ、うさぎちゃんも。本当これね、うん、やっぱ冬、まあ、お正月もまた来ますから、うん、なんかお正月に食べていいんですよこのアイスは、うんうん、お餅だからね、うんうんうん、やっぱり茶飲むでしょ年寄りが。まあな、うちの実家もそうだけど、うん、お茶に合うんですよ。お前ニコイチ好きだな。なんか2つで1つみたいな好きだな。盲点、そうかもしんない、うん、なあの倍食べれてる感じがするのかもしれない。だと思う。1位あれじゃん、アイスの棒が2個ついててこうパキって折れるやつタイプのやつ。いや、そんなことない。アイスボックスなんてもう80個ぐらい入ってるからいや、だから2個1だっつる話で、バーッてこういっぱい入ってるから2個で1個のやつが好きだって話でしょ今。1位はちょっとまだ焦らないでください。あ、そうですか。じゃあいただきます、うん、あ、させる。あー、いいね。あ、序盤ってそれ結構させなくない。結構買ったばっかりって そっちの楽しみ方もあるんですよ。うん、うーん、あー、いっちゃうよ。あー、いいね。うまっ周りの粉がね、パウダー部分が あんまそういうのやめた方がいいよ。おいしい。あ、おいしいんだ。うん、ちょっとすいません、すごい餅を欲張りすぎて急ハンドル合うね。いい。まずそもそもバニラがおいしいよね。うん、うん、そう、根本のバニラがおいしいんだよ。そうね、何も隠すことないのにって思うんだけど、隠してるっていうか、まあ、包んでるんだけどね餅でね。うん、
俺子供で硬いのが好きでさ、うん、雪国だったから、うんうん、いや明日雪が降るぞって前の晩にさ、うん、外にこれ1個置いとくの、うん、そうすると雪が積もってどこに行ったか分かんなくなるんで、それを探すのがすごい。めっちゃ楽しいじゃん。めっちゃ楽しい。え、そんなことしてんの？やってた。めちゃくちゃ雪の中から雪見だいふく探すんだ。そう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 。へえ。積雪50センチぐらいになってる。これは知れてたって。めっちゃ楽しいね、うん、あの春まで出てこないやつあって春になってなんか白くもやって残ってて、これなんだっけ、あん時のだっていう。トレジャーハンティングだねそれ。そう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 。はあ、楽しいな。さあというわけで食べていただきたい、うん、アイス、うん、第1位、うん、こちらです。じゃん。あー、まあまあ、もう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 、わかるわかるよ。もうもう喋んないよこっから先。喋ってくれよこっから先は。美味しさ伝えてくれよ。チョコモナカジャンボですね、うん、あ、しかも今、うん、冬限定。あ、おあつらい向き。今だけチョコ倍増。あ、増量。あ、そうなの。勝手に倍にしました俺。すいません。うん、15% 増えてるって。うーん、嬉しい時期に買いました。あ、そうなんだ、うん、もう迷ったらこれにしてる。あー、なるほど、うん、はー、森永さんですね。天使のマークの森永さん。やっぱりさ、昔からモナカのイメージってさ、うんうん、もうモナカがシトーってなっててさ、はいはいはい、この歯茎にくっついてさ、うんうん、こう、ビチビチビチみたいなイメージだったじゃん。はい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 、わかるでしょ、うんうんうん、ちょっと丸いやつとかさ、これ覆したよね。いや、すごいよね。うん、はあ、ほら見てください。今 3×6 で18ブロックに分かれてますね。おうおうおう。なんかね、若い時にね、うん、コンパにね、うん、森永の社員の女性が来てて、これ1個で相当会社ひっくり返ったよって言って。ああ、そうなんだ。もうずっと1位みたいな。あ、これで。そう。はあ、お前もコンパやってたんだね。俺コンパしてたその時。なんかよく言ってんじゃん、俺はコンパよりパン粉だっつってるじゃん、よく。あれは嘘。俺パン粉よりもやっぱりコンパ。太ってて欲しかった、なんかもうちょっと。いや、しょうがないよ、だってそれは。行ったらいたんだもん、森永の人が。なんかよく言ってセクシーより力士が好きだみたいな、よく言ってんじゃん。いや、力士よりセクシーの方が好き。あ、そうなんだ。そう、ショックだな。いただきます。うん、あ、どう食べるかもあるよね。そうなんだよ。これね、結構人によって分かれるんだよ。そうだよね。うん、まあ分けることが多いけど。そうだな。でもやっぱ人いっちゃうな。あ、いっちゃう？うわ、音いい。これよ。うん。結局やっぱり冬だから。うん。一応俺の中ではこれアウターって呼んでんだけど。はい、モナカのことですか？アウターって呼んでんだけど。あ、中のバニラが。あのインナーね。やっぱアウター着てるアイスの方がいいと思うんだ。雪見大福もそうなんだけど。あ、雪見大福確かにアウターだね、あれ。そう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 、うんうん、結構ゾゾスーツみたいにピッチリしてるもんね、あれ。そうなのよ。これは割とふわっとモンクレタイプ。これモンクレだね、うんうんうん、高級だね、うん、うん、はぁ。で、一応気持ち1ブロックずつ食べて、これは。あ、決めてんだ。決めてる。まあちょっと角があるから難しいけれども、うん、一応、そうすると何回楽しめんだっけ。16回噛んだら終わり。あ、自分の中でルール決めてんだね。使い切りだから。いや、ワンデーアキビューみたいに言わない、こういうのは。うわ、ずっと音いいじゃん。なんか天ぷら食ってるみたいな音すんね。すごいよね。すごいわ。なんでこのパリパリが続くのかと。そうなんだよ、中のチョコレートのバランスね。うん、これ相当研究してると思うよ。だってさ、食感がいろいろ楽しめない？1個のひとかじりの中で、うん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 、パリパリ、なんかサクサク、ね、シワシワシワのサクサクの中で最後パキッてさ、うんうん、そうそうそう、それがこう相まってめちゃめちゃ美味しい味になるよね。美味しいね、うん、いや、ほんと多分この先も食べるよ、これは。なんか板チョコを入れることによってさ、やっぱ冷えてるから絶対あの硬さ持続されるじゃん。しかもちょうど真ん中に入ってんだよ。そうなんだよね。どうやってると思う？うん、もうおじさんが一個一個真ん中こう持ってる。アイスのとこにこう持ってるとしか思えないよ、それは、うん、いいな、美味しそうだな。というわけで、皆さんにですね。いや、なんかすんごい汚く汚れたみたいになってるけど、はい、そんな飛び散らないから。はい、お前信玄餅食ってんのか。そんなじゃねえ、違う違う、じいちゃん家の屋根裏じゃん、もう。じゃなくてさ、そんなアイス、いつもそうだよ。いや、そんなアイスイメージないよ。あの3つでそんな粉が飛ぶイメージないから。ちょっとまあ俺の食べ方が汚かったですけども。いや、一個もなかったよ。きれいさっぱり食べれるアイスなんでね、皆さんぜひぜひ。すいません、うん、さあ、というわけでね、うん、これを見て食べたくなったという方は、うん、ぜひお近くの
冷凍庫に行ってみてください。ちょっと俺個人的にはさ、はい、あのガリガリ君とか出てこなかったのが意外なんだけど、あのシャリシャリ系、あ、はいはい、結構ラクトアイス多かったじゃん。そうですね、うん、あっちはまあ夏ですね。やっぱそうなんだ、メインはね。はあ、あと俺個人的にスーパーカップがめっちゃ好きなのね。あー美味しいね。もうシンプルなバニラアイス。あーなんだ、カップラーメンじゃないのか違う違う、エースコックの、エースコックのスーパー1.5倍。なんでこの豚のコックさんがこうやってる、なんでこのタイミングで俺がラーメンの話すんの。いやでもまあとにかく美味しそうだったな。はい、うん、というわけで冬場に食べてほしいアイスベスト3でした。はい、ありがとうございました。